市川関西文政3年7月10日は、江戸時代の受学者で、関詩人。名は青年、字は、古生、歌唱、豪は、関西、藩公、高古四郎。江戸生まれとも上野国出身とも言う。父は、初夏の市川蘭大。幕末の三府で、市川米安は長子。画家のカ木雲丹は次男。養父は、田子日を世に紹介した、高橋道祭。 林屋に学ぶが、1790年に、関西医学の金を批判したため、小平校を追われ、1791年から1811年まで、富山藩藩校広の理官の教授となった。また、掛川藩政史の次校も務めた。また、1787年に、神田で、高校支社を開き、柏木女帝、菊池子三らに監視を指導した。著書に、日本式がある。 これは、日本の奈良時代から平安時代末までの監視役3800首を集めて作者別に編成した詩集で、目録一巻、本集五十巻、別巻一巻、外集一巻より構成される。前頭詩一は、後期帝の直線漢詩集で、当代全部の詩を収録したとされる前頭詩から移動したものを集めて出版したもので、これは、 当時の中国の学者を大いに驚かせている。墓所は荒川区西日暮里の本領寺。ありがとうございます。